今日はね、あのそのピスト6を見学しつつ、まあ、ちょっと大人の遊び方っていうのをね、まあ、お伝えできたらいいかな。大損こいた。ちょっとおかしなってきます。やったー！やりました。5.2倍です。ユゲさん、はい。勝ちました。イエーイ。あれなんか、え？15時30分。いや、行く。すごい。今日はじゅんちゃんの買い目に行っとくといいんじゃないかなと。それはありそうですね、うん、やっぱ乗ってる男にね。確かに確かに確かに、ね、これ結構あれですよ、あのレギュラー近づいてきてます。来た、かなり踊り出てるね。トライアウトですから、あのベッティング企画のみはもうほぼレギュラーの近づいてますんで。ゴシゴシじゅんや 1.0。 はい、 1.0 来ました。緊張感あるやつ出すじゃない。やっぱセミファイナルですからね。あ、あれだ。来た、マシーン。来たよ。ございません。今ことで計算させてください。来たよ。動きがありました。動きがマスク。はい。はい。ちょっと仕掛けるんだな。ね、早いんだけど。早い。差しがいいから。確かに。5番4番546。やっぱテストステロンだ。ほら、もう本当にテストステロンだ。ほら、ステロン、ステロン、ステロン。マジか。まだあるよ。あれ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 。ああ。早い。早い。一番。ね。六一。六一。六一二。刺してる。六一二。刺してる。刺す。刺せるか。いけるか。いけるか。612。持ってない。買ってあります。私買ってあります。買ってます。買ってるけどやっぱ100円ですね。やべ、もう600円しかなかった。当たってたんじゃない。非常に難しいですよ、これは。企業の成果が出るのか。そうですね。今でも煩悩の塊でかけてますもんね。確かに確かに。よく考えないですもん、なんかもうやだ。逆に知りすぎると良くないっていうのもありますよ。そうありますよね。それでもね、前半レース見た人たちだから、うん、多少なんかイメージ、まあ、確かにそうなんですよ。そうそうね、ついちゃってるからね。良くない、良くないからね。なんか相性悪いんかな。これこそ煩悩ですか。これも煩悩です、はい、もう煩悩が邪魔をします。感じたい人は、うん、どっかのレースさ、はい、1点だけにしますか。1点張り、1点1000やってみます。あ、それ面白いです。ありですね。どこで次のレースとか。次のレースじゃあ9のレースね、うん、9なんでね、やっぱジャイアンツなんで、あ、はい、金額は任せますけど、そうですね、はい、相談しましょう。遊びだからね。そうです、そうです、はい、ハートは熱くても頭は冷静に立つ。プールに行きましょうよ。大事大事。結構ヒリヒリしてるの。ヒリついてるもん。ヒリついてるの。次のです。勝ちて少し上げたところでメダルを取る。いやー、ここで前に出ようかという。これさ、怖いよね。怖いそうでね。やっぱ高木さん早いけど、うん、今日結構刺してんだよね。あー、でも刺してここで一番になっちゃったか。いやー、どうなんだろうな。高木さん、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 中込さん来た。中込さん来たね。あれ、高木さん待って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 
どうしてももう一個買いたいんだよな、俺。いいですか、それはそれでいい。いいですか、それでいいの、それはそれでいいの。1個だけだから大きくかけてください。やっぱり9レースなんで、あの3連単の9番人気買いたいんですよ。99でちょっと。お待たせいたしました。大吉です。あるじゃないですか。どうしても満車券みたいな。そうなんだよ。俺もちょっと買ってるんだ、それ。5番軸で満車券買ってるんだ。これ、掛け金がちょっと多くて、満になるのは違うんですよね。まさに100倍ついてるのが。そうですよね。満車券。自力満車だよね。確かに。自力満車ですね。自力満車。自力ってか。これ大きく出ます、ここは。ここ勝負どころです。これ荒れるってことは勝負どころです。ジリマン確率結構高い。上の方の人気ですらさ30倍とかあったんですけど、うんうんうん、300円かけたら90倍でしょ、うん、うわなんか調子出てきちゃった。どうしよう、一番人気一番人気がだからもう信用ならないと思うでしょこれ。イニシャル G、ね、このフィルトカムがいると言われるコースにいるんですが、ポールをそれは、ね、ここでセーターが出てきて、なので、後ろから少し動きがありましたね。今に進めると悪用といったところを、ここで、そこで、両方の選手が合わせて前に行こうということで、1番を超えると、最初の車で6番、グリーンを上げて、スピードが下がった。やば。まだレースありますよ。そうですね、はい、今日はレモンサワーが半額ということで、いただきます。夕食の台湾レモンコーヒー、こちらも半額でございます。乾杯。やっぱ一番早いな。
イヤーファ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 イヤー当たったけど、やっぱ一日さんか高いですね。ユーザーさん強いね。うん。いや。あれ？あれあれあれ？ドキドキしてきちゃった。ドキドキしてきちゃった。2が引っかくなった。そうそうそう。そしたら40点1枚だ。やばい。ゆうきさんが勝つんだったら失格なんだけど。おい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 。えおじさんって仲間じゃないんか。いや仲間ですよ。だそうだね。絶対ゆうきさんには勝ってほしくない。お待たせいたしました。1着1番ホワイト三浦選手、はい、2着3番レッド北野選手、はい、3着6番西川選手。以上、新番号でした。おっ、クスでーおめでとうございます。えマジかビッグヒット。もうすげえ7000円やったんで2000円ぐらい。はい、やっぱデザインボックスなんだよ。もう後ろは振り返らない。振り返らない。ジャイアントカズキの裏側。川端さんいるでしょ。そうですね、川端さんいるから。これやばくないですか。これ一着のパーセンテージが92%。そうだ、強すぎるのよ。ちょっと1万円かけます。はい、いや、酔い越しの銭は持たねえから、ね。勝ち金は全部でぶっ込みで。うわ、緊張感あるな、これ。いや、ゴールキーパーのお母さんってこういう気持ちなんだろうな。本当ヒヤヒヤしながら試合見んだろうな。緊張感って。さあ、始まったよ。どういうレースなの。いや、みんな後ろ見てるもん。俺、みんな見てる。うわー、これは、早くない？仕掛けが早い。やっぱね、カウントがブレないの。ちょっと待って。こんな違うの、やっぱ。あれ、行ってる行ってる。滝本さん165だ、今165。あ、そうなんだ。マジか。滝本さん行く？立てるの？いや、いや、これはわからんわ。165。おい、川端さん、すごい。すごいね。すごいわ。36連勝、9場所連続完全優勝が出ました。すごいね。ヒット、ヒット165ヒットです。1080円。ヒット、ヒット1080円。あ、なんか余韻がすごいっす。なんかどっと来てる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばかった。マジでやばかった。やばかった。いや、もう絶対王者。半端ない。半端ないですね。初ギャンブル。なんかすごい響き悪いっすね。工業の体験です。工業の体験。はい、初体験をさせていただきまして。僕は 1.6 倍ぐらい。勝ちましたかね。はい、じゃあすごいすごいね。いわゆるね、満車券ってやつもね。はい。いや、本当あれビビりましたね。いや楽しかったです、本当に。ありがとうございました。いや、本当にすごいクリーンで、なんかお子さんも楽しめる環境が整備されて、上半期最終日にこれをするとは思わなかった。確かに。ちなみになんですけど、はい、あの今回純也さんトライアルじゃないですか。はい、次回はトライアルと。そうですね、今回、はい、お、まあ、満車券を、はい、まあ、出していただきましたし、 お、まあ、おじさんたちの親和性もかなりあると。ありがとうございます。はい、いうことなんですけど、はい、今回私2万車券出しまして。あ、確かに。あら、私がこう見えちゃったね。マウント取り合わせになってしまいました。そうだよな。で、
ちょっと今回あの結果見送りというかね、ほぼ合格のラインまでいたんですけど、はい、川端クラスまで行かないと我々枠がね、残り1枠なのでね、まだまだ、まあ、他にも候補者ってたくさんやっぱね、いるのでね、まあ、ちょっとこれからまた頑張ってもらって、また来てもらって、そうですね、ちょっとまあいろんなね、うん、はい、学んでいきたいと思いますので、はい、ぜひあのチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。次回の裏側はジャイアザストーク、トーク。アザス、最近何してんの？ウィナーズもう全然撮影ないんで、NG、ない、基本ないんで。実際そのなんかこう収入的な変化とか、やっぱね、こうみんな裏側知りたいんですよ。はいはいはい、実際のとこどうなのみたいな、はい。めちゃめちゃ優しくて。もうそれに僕感銘を受けて、僕はこの人のようになんなきゃいけないんだなっていうぐらい、うん、今日すごいいい撮影です。最高だよ。